おはようございます、こんにちは、こんばんは。フィリピンアイです。今日もフィリピンのニュースをピックアップしてお届けします。一人の男性漁師が約780円の借金を支払えなかったために、彼を借金取りの助手と称する人物によって撃たれ重体となっています。フィリピン・マニラのマラボン市での激しい口論の後、約780円の借金を返済できなかったため、一人の男性漁師が借金取りの助手によって撃たれ緊急入院となっています。ロドリゲス1丁目バランガイダンパリットに住むクリストファー・ボーリャーさんは、体の複数箇所に銃弾の直撃を受け、現在トンドメディカルセンターで観察中です。一方、容疑者であるアマドア・バーナード41歳はナボタス・シタンザ・バランガイのマシタグストリートに住む人物で、適切な告訴を受けています。事件は土曜日の朝にダンパリットバランガイの近くで発生しました。朝7時ごろ、借金取りの助手とされるバーナードが借金の返済を求めるためにボーリャーに接触しました。しかしボーリャーは借金を返す余裕がなかったため口論が激化しました。最終的にはバーナードが拳銃を発砲しボーラーを撃ちました。ボーラーは一時的に逃げることができましたが、バーナードは彼を追いかけ再び発砲しました。その後バーナードは自転車に乗って逃走し、ボーリャーは最初にサンラレンゾールイズホスピタルに搬送され、その後トンドメディカルセンターに移されました。警察の追跡捜査により、自転車で逃走中のバーナードが逮捕され、357マグナム口径の拳銃が押収されました。この拳銃が事件で使用されたものとされています。情報は以上です。続いてのニュースです。フィリピン・マニラ・ニノイアキの国際空港ナイアの第一ターミナルの出発エリアで、出発しようとしていた船員が爆弾の冗談を言ったとして逮捕されました。彼は自身の持ち物に爆弾が入っていると言ったとされています。出発前に逮捕された乗客の名前は公表されていませんが、彼はマニラのスタメサ地区の住人で、フィリピン航空のフライト PR507 に乗ってシンガポールへ行く予定でした。報道によると、この乗客は自分の持ち物に何が入っているか尋ねられた際、これはチチャロン、フィリピンのお菓子だ、でも誤って私に送られたものでチチャロン爆弾だ、ただの冗談だよと答えたとされています。爆弾の冗談のため、この疑わしい行為に対しては大統領令第1727号または爆弾爆発物または類似の装置や破壊手段に関する誤った情報の意図的な拡散、または脅威を与える行為に対する処罰に違反するとして逮捕されました。この法律による罰則は5年を超えない懲役、または最高で4万ペソの罰金、または両方が適用され、その判断は事件の管轄権を有する裁判所によって行われます。また逮捕された容疑者には、行われた逮捕の種類と彼の憲法上の権利が彼が理解できる言語、方言で通知されました。現在逮捕された容疑者は国際空港警察署1に保護され、適切な記録と処置が行われています。情報は以上となります。最後までお付き合いいただき大変ありがとうございました。今日もニュースをピックアップしました。チャンネル登録よろしくお願いします。またチャンネル登録、高評価いただいた方へ大変ありがとうございます。どうか素敵な一日を迎えてくださいね。では、ごきげんよう。